学校を調べていたら、この学校にインナービューティーコースっていうのをあるのが分かって、すごいそのインナービューティーっていう言葉に私は惹かれたんですね。体重のコントロールだったりとか、美しくなるための食事とか、そういうのも学べることを知って、すごい魅力的に感じてこの学校を選びました。私がもともと肌で悩んでいた時に寄り添ってくれる人にすごい助けられたので、その肌で悩んでる人たちに寄り添える存在になりたいなと思っています。プロに近づけるというか、授業だけどプロと話してるみたいな感じがすごい私は楽しいです。